持続可能な社会の実現に向けて様々な取り組みが行われています。企業には気候変動に関わる情報開示に加えて、新たに生物多様性に関わる情報開示も求められるようになっています。開示すべき指標は多岐にわたり、企業にとって大きな負担となります。サステナクラフトは生物多様性に関わる情報をリアルタイムで測定するために衛星を用いたリモートセンシング技術を開発しています。この技術により企業活動と自然資本の関係性のような評価が難しい指標を直接測定することが可能となります。この技術と産業ごとの環境フットプリント評価モデルを組み合わせることで、生物多様性に関わる様々な情報を一括定量的に把握することができます。SAP HANA に格納されている企業のオペレーション情報、拠点情報とサステナクラフトの生物多様性関連情報を組み合わせることで、企業は自社の生物多様性に関するアクティビティを位置情報と関連付けて一覧化でき、より簡単に情報公開することができるようになります。生物多様性に関連する情報開示が今後強く求められます。企業の生物多様性に関わる活動を自発的に効率よく高い透明性で発信していくことで、ネイチャーポジティブに向けて投資家など多くのステークホルダーとの適切な対話を進めます。